すみません、吉田さん。リンクを貼り忘れてましたんで、追加しておきました。1日遅れですけども、こちらの方1本見ていただければと思います。そして、今日はこれを、ね、初めて撮るんですけども、これを2本目とね、させていただこうかと思います。えー、テーマはですね、ーワンイズ・ロンリー、あ、ロンリー・ワンじゃないですロンリー・ワ <laughs> ンでもいいんですけどもね、ナンバーワンオンリー・ワン、そして、ロンリー・ワンですね、うん。この3つ3拍子ということでございます。私はですね、即果塾というものを、 どこかのコミュニティとかドリームアカデミアとかそれからなんとかヒルズ塾とかねこういうところと比べようとは全く思いません、えー、吉田さんが言われたように私は唯一この地上に速下塾というものがあってですねその速下塾という中でナンバーワンなんですよですんで速下塾から派生したなんとか塾とかなんとか館とかっていうのはね、まあ、こういうのは全部私のことが全然かなわないと思ってます 速化塾か塾ら残念ながらっか塾から派生して生まれたなんとか塾とかね誠実さとか継続力とか発信力とかそれから売上とか利益とかどこもかなわないと思いますねそういう意味では私はっか塾というものをきっかけにして始めたあのコンサルティングとかねビジネス塾とか本当ねあね負けないですね全然それはありますただ私からきっかけで始まったものではないところに関しましては あの張り合わないですあのそれぞれの良さとかねそれから得意分野とかあると思いますんで,でそれは一つ一つう特徴の違った個性もあるね、えー、そういったコミュニティだと思いますただ中にはですね似てるのもあるんですよ私が一番似てるなと思うのはね吉谷さんの形ですよねまあ私が似せようとしてる部分もありますはっきり言ってね えー、ドリームアカデミアをこうね近づけていこうとなんかね吸引していこうとするのもありますそういう意味では吉田さんがたびたびねまあ私のようになりたいという言葉を出していただいてるのは非常にね恐縮であり、まあ、ありがたいなと思いやっぱ気が合うなというところでございます私もだから心の中でドリームアカデミアみたいに即果塾ってものが、あのー、学んでいけないかな,なっていけないかなと思うところもあるわけですよ、まあ、だからなんかこう姉妹店というかね なんか定型店とかね <laughs> なんか同一グループというかねなんかそんな感じでいいですねやっぱ実際ドリームアカデミアも入って即果塾も入ってっていうこの二足のお話が結構多いように私は感じます、うん、ドリアカも入ってたんだけども即果塾も来ましたとかね即果塾入ってるんだけども実はドリアカもねちょっと参加しますみたいなのがあったりとかしてまあいいんではないかいいんじゃないかなと思うんだけどもどっちか一個入れば別に同じようなことやってますからね ただなんかそれぞれの個性を見るっていうのもすごく面白いと思いますんでこれからもねドリームアカデミアとっか塾共に切磋琢磨しながら共にプロジェクトをしながら誠実にそしてどっか面白おかしくふざけながらも真剣にということをねやっていければと思いますまあ実際吉谷さんとか私もそうですけどおふざけの動画ってあるんですけどもそれとは別にものすごくゴリゴリ攻めてるやつとかね 視聴者さんをものすごくねあの叱咤激励するような叱りの動画とか結構あるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういうことをいろいろ考えながらこうやって進んできて今やっぱり振り返っていくとですね私は未だにその今回山形の方に行ってきたんですけども山形に行って帰ってくる間にやっぱ売り上げとしては50万ぐらいね立ってるんですけども私セールスをしてるわけではないんですよ。速化塾に入りたいいですっっってて方が、まあ、いらっしゃって 例の夏私もできますかってそっか,か入ってないですけどみたいな方もいらっしゃってで、えー、と行って帰る間に空き時間にポンポンポンと返信をしてそうすると数時間したりね翌日に入金しましたみたいなのが来たりファックス送りましたみたいなのがあったりとかしてね旅から帰ってくると結局旅費以上の売り上げが上がるみたいな感じですまあでも同時に思うのは皆さんから頂い,いた貴重なあのお金ですからね入塾費用っていうのは最低額3万円ですけども 3万円だだって私は、ね、すごく大切なお金だと思うんですよ、まあ、ですので私の贅沢とか私のねなんかいい加減さに使うお金は1円もないと思ってますんで頂い,いたお金は私が代表してですねいろんな形でもっともっと多くの熟成さんに役に立つようにそしてこれから熟成になろうとしている人のためになるように私のこの全知全能を使ってですね大したもんではないですけどもあらう限りの知恵を絞って 使っていきたいと思います。考えていこうと思います。まあ、今日の動画のまとめになります。非常にですね。言いにくい言葉ですけども、この何て言うんですかね。この言葉を選ばずに言えばね。誤解を恐れずに言えば、頭がいい人にお金を集めて、その人にお金を使ってもらった方が、結局全体としては良くなるんではないかなっていう風うな気がするんですよ。これ、私が頭がいいっていうわけじゃないんですよ。私はだからお金を使うとしたら。 使ったお金をもっと有効に育ててくれる人にお金を払ってるつもりなんですよ。例えば今回、一番お金使ったのは JR です。JR 東日本、JR 西日本に私はお金を使いました。もっと素晴らしい JR のサービス、リニアモーカーターカーの研究開発に使ってくれるんじゃないかなという期待を込めて切符買ってるんですよ。まあ、ここまで考えてね、買う人はいないんでポポポポと、ポポポポッと押せば同じですから。現象は同じです、買ったという現象は。でも私は未来に期待して、 おお金金をこのお金使ってください私はですね自分でカスタムカー、ね、乗用車を作ったりとか配線つないだりとかあのエンジンをこう、ね、調整したりとかできないんですよできないんでそれができる人にお金を支払って、えー、ぜひねあのカスタムカー作ってくださいとこういう車を作ってくださいとお願いすることはできますそしてお支払いしたお金をその車を作る人がね あのいただくことによってもらうことによってもちろん私のオーダー通りに車も作りますけども車を作るってことによって一つ経験値が上がるんですよね。を作っていくうちにあ次のオーダー上があったらこういう風な車作りしようかなという風になると思うんですよ。そして車が出来上がった後に「わ疲れた」と「じゃあいただいたギャラで焼肉でも食べに行こうか」って言って豊かな気持ちになって次の仕事にもっともっと力を注いで次のオーダー上があった時はもっと素晴らしい世の中にはないようなね抜群の車を作っていくと思うんですよ。 そういうふうにお金を支払うユーザーさんは自分の欲望のためにお金を払って対価を得るっていうのもありますけども未来に投資する意味でもお金を払ってるというふうにね私は思ってるんですよね、まあ、ですから車なら車で自分が一番才能がたけてると思う人に私はお金をお支払いすると交通機関 JR だったら JR にこれにお金を使ってほしいと思うから移動手段 JR にお金を払うとかね まあ飛行機ではない飛行機でもそうなんですけどもそういうふうに私はおお願いいいしまますすととう気持ちでお金を払っているところがあります多分ですね即下塾にしてもドリームアカデミーにしてもお金を払うんだってお願いしますと私の現状をなんとかあいやあの救ってくださいとまで言わないにまで,でもなんか参考になることがあったらどんどん頼らせてくださいっていう気持ちで未来に期待してね即下塾の未来に期待してドリームアカデミーの未来に期待して貴重なお金を 投じてくれるんんだと思うんですよ私はだから絶対にねこのねいただいたお金を無駄にしないと私自身が進化することによって多くの方にその進化を伝えやすいようにお伝えしてあ伝え分かりやすいようにお伝えして視聴者さんのさらなる進化をね後押しできればなと思っております。以上でございます。